ハドソンバレーは、黄色4軍、緑色、薄緑色4軍、青色3軍を含むニューヨーク州、産業発展部作成の7、州と地域及び8、ハドソンバレーに相当する、ハドソン川流域図ハドソンバレーは、アメリカ合衆国の東部、ニューヨーク州を流れるハドソン川沿いの地域を指し、特に北の州とオールバニーから、南のニューヨーク市にかけての地域の産業開発に、 関連して用いられる用語である。ハドソン川はアメリカ合衆国の東北部を流れる大河でアメリカ原住民にはよく知られていた。ヨーロッパ人では1497年にイギリス人のジョン・カボットが北アメリカ大陸東北部を探検してそこはすべてイギリス領と宣言している。イタリア人の探検家ジョバンニダ・ベラッツァーノが1524年に初めて ハドソン川に至ったと言われていて、彼の名はニューヨーク湾に架かるベライコールナローズブリッジに残された。その後1609年、オランダ東インド会社はイギリス人ヘンリー・ハドソンを雇ってハドソン川を遡って探検させてハドソン川流域をオランダ領とした。はじめは交易が主で、その後ニューネーデルランドを設立してオランダ人の農業移民が広く行われ、 都市としてもニューアムステルダムなどが設立された。この地域のオランダ人農業従事者のその後については、ワシントン・アービング著スケッチブックのリップバン、ウィンクルの話などに如実に描かれている。1664年、イギリスはニューアムステルダムに侵入し、二度にわたるエーラン戦争の結果、ニューアムステルダムを含むニューネーデルランドはイギリス領となり、 ニューアムステルダムはニューヨークと命名された。17世紀後半以降、ニューヨーク市は北米の産業の中心となり大発展を遂げるが、後輩のハドソン川流域にもその影響は及んだ。上部ハドソン、州都地区キャピタルディストリクト、中部ハドソン、下部ハドソン、ミッドハドソン橋など、鉄道ではメトロノース鉄道など、周運にはエリー運河とハドソン川がある。 空港はウェスチェスター軍空港、オールバニ国際空港などがある。ハドソンバレーの産業としては農業、ワイン作り、ハイテク産業、観光など多様である。農業は植民地時代からの基本的な産業で当時はイギリス植民地の国葬地帯と呼ばれた。果物の栽培も盛んである。1970年代からは地元の食材利用運動、 産直農業、持続可能な農業が盛んになり、その中心になっている。1839年設立の北米最初のワイナリーがあり、ワイン作りも盛んである。数々のワイン祭りが開かれていて、ラインベックではハドソンバレーワインフェストが開かれる。IBM トーマス J ワトソン研究所の主要ビルハイテク産業も盛んで、テックバレーとして、 ニューヨーク州がプロモーションしている。もともと IBM の本社、主要研究所、工場がある。デンセラー工科大学、ニューヨーク州立大学ポリテクニックインスティチュートなどもあり、様々な地元、地元外との産学共同の作業も行われている。ウエストチェスター軍は21世紀に入って、バイオテクノロジーの中心地になっており、バイオチェスターが軍のニックネームになりつつある。 北米最大都市、ニューヨーク市の広範地として、観光も盛んである。ハドソン川の周遊、釣り、キャッツキル山地、アディロンダック山脈の秘書地、ハンター・マウンテンのスキー場、観光農業などである。また、オランダ風の石造りの建物、ニューヨークの財産家の歴史的家などが、開放されていて、ハドソンバレーは、ハドソンリバー派の画家たちが好んで描いた風景であった。 メジャーリーグのタンパベイレイズの会にあるマイナーリーグチームのハドソンバレーレネゲーズがダッチェススタジアムを本拠地としている。キングストンストケードはナショナルプレミアサッカーリーグに属するサッカーチームでキングストンのディエッツスタジアムが本拠地である。ありがとうございます。